クリントンキャッシュはアメリカ合衆国の政治家ヒラリー・クリントンの政治資金について追求した書籍。ビル・クリントンとヒラリー夫妻がクリントン財団への外国からの献金の見返りに便宜を図ったと主張している。これに対しヒラリー・陣営は発売日当日に反論サイトを立ち上げた。2016年2月10日には株式会社 ラフトメディアコミュニケーションより日本語翻訳版が日本国内で発売された。監修者はア葉バ・ナオミチが務めている。またスティーブ・バノンの資金提供で、この書籍をテーマにした映画が2016年7月にアメリカで公開され、カンヌ国際映画祭でも上映された。著者のピーター・シュアイツァーは、保守系団体の政府説明責任研究所理事長で、 ブライトバートニュースの上級編集者。レーガンの戦争、ブッシュのカンプキン、秘密の帝国、腐敗のプロファイルなどリベラルを攻撃する著作も多く、憶測による記述やウィキペディアからの盗用が指摘されている。なお2020年には、ジョー・バイデンとその息子によるウクライナでの疑惑や、中国との関係を取り上げた、竜に乗ってという本を上司し、これも動画として流されている。 米大統領選、周分合戦が激快コールクリントン氏、追求本発売で反論サイト、時時 .com、http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc、k イコール20万1505、2兆150億5060万832015年7月21日、閲覧。クリントン財団への寄付。 利益相反めぐり新たな展開。wsj,http,jp,wsj.com,articles, sb1000702 巻6924等5156兆34兆5424回45 458計598兆623億6345万472千15年7月21日閲覧。 ありがとうございます。